はい、ツールド九州お疲れ様でした。まあ、去年はね、唐津このね、ツールド九州優勝させていただいたんでね、ちょっとこう、まあね、今年もっていうぐらいの気持ちでは言ってたんですけどね、まあ、やっぱりね、平木小原年選手早かった。本当に、まあ、今回ね、また同じように全 SS でベストも捉えてね、でね、うちのチームもね、実は、このシコダファビア、R5 をね投入してから初めてのねマシントラブルっていうかね、まあ、そんなとこ潰れるかっていうのもちょっとねあったし、まあ、事前にねもちろんねいろんな意味でしっかりチェックはしてるつもりだったんだけどもね、まあ、残念ながらちょっとアクセルのトラブルでね、まあ、正直、SS1 がね、ちょっとこう開けられて、で SS2 で、挽回して、で SS3 も、同じような感じで、まあ、正直途中までねすっごいいい感じやったんでね、これはいけると思ったんだけど、まさかのアクセル全開となるトラブルでね、まあ、ちょっと YouTube にもね載せさせていただいたんですけども、アクセル全開で車って曲がるんやっていうね、ある意味もうほんとちょっと怖かったっていうかね、まあ、最後は最後もうほんとブレーキフェードしまくってね、もうほんとブレーキなくなってしまったんでね、まあなんとかこうにかっていう形で、まあ、車は当てずに済んだんで、まあ、それはね良かったんだけど、まあ、残念ながらそこからねラリーを続けられることがどうしてもできなくて、本当久しぶりにね、まあ、去年全部完走してたんでね、ちょっとリタイアが本当悔しかったんだけど、まあ、残念ながらリタイアとなっちゃって、まあ、2日目ねなんとかメカニックがね、直してくれたんで、まあ、最初ちょっとね、今までと違うアクセルの動きをするから、正直ちょっと戸惑ってね、最初のループはちょっとねあれだったけど、まあ、でも、2番手タイムも連発してね、一番良かったのは本当ね、この車の動きがね、すごく、まあ正直このシコダ、ね、ファビアに乗って、一番いい動きって言っても過言じゃないぐらいね、なんかこうそれが見出せたっていうのが、一つの光が見えたっていうね、まあ、その中で今シーズンね、この平木小原来年選手にどんだけね迫れるかで、最終的にはねとにかく一本でも一戦でも勝てれるようになれれば、今年のね、まあ、彼が参入してきたっていうのを僕らとしては本当にプラスに捉えていくいい機会かなっていうふうには思ってます。ということでね、また次戦も頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。